こんにちは。こんにちは。こんにちは。花原さん、11月19日、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。40歳です。ありがとうございます。折り返しですね、人生折り返し、はい。折り返しですね。はい。で、まだあと半分あるんで。はい。また0歳からですよ。はい。本当にあれですよ、いろんな年上の人から、まだまだ小僧だな、みたいな。まだ40なんだ、とか。俺年上に見られてたんですかね。まあでもちょっと年齢不詳なところはあるかもしれないですね。はい。まあというかやっぱり僕の中でもやっぱりずっと昔からの活躍されてる選手っていうイメージがやっぱりあるんで。はい。デビューして20年なんですよ今年で、はい。ディープでデビューして、ゼスト出て、ファンクラス出て、日本だと戦国ドリーム、ヒーローズ、ライジン、7団体出ます。いやすごいですね。もうキック入れたノックアウトもそうだし、グラップリングの術とか入れたらまたもういろんなところで試合してますよね。僕がそれちょっと今パッと思った時に、まあ、USC も出たじゃないですか、はい、唯一今出てないメジャー団体がベラトールとワンだけなんですよ。あ、シュートもそうか。シュートも出てないんだって3つだけなんですよ。コンプリートまで。で、これコンプリートしてる選手って多分いないと思うんですよ。プライドはもうなくなっちゃったんで、あれですけど。え、それ40歳の抱負だったりしますよ。あ、それは無理ですね。さすがに今から40歳でベラトール出ますって言われたら、ちょっと周りの人に止めてもらいます。さすがにそれはもう、やばい、自殺行為です。やっぱ対抗戦ワンチャン残ってますからね。ベラトール、ライジンの対抗戦でワンチャン残ってるんで、ワンはもう達成無理だと思いますけど、ベラトールはワンチャンありますからね。いや、もうそれこそ、おみそか期待してますんで。おみそかもないですよ。おみそないですよ。これ言える部分の話と言えない部分の話があるので、今言える話ではないので、言えるのは僕のおみそがなくなったってことです。あ、そうなんですね。はい、正式になくなりました。あ、有志ワンチャン残ってますね。有志ワンチャン残ってるので、体重管理だけちょっとちゃんとして有志が金原で OK してくれればあんじゃないですか、ワンチャン。ちょっとやり取りはしたいなと思って、ちょっと寂しい気持ちです。僕が一方的になんかやりたいみたいなことを言ってるみたいな感じでも形になってるから、いや実際は違くて、まあ僕が絡んだのはもちろん間違いないんですけど、周りの人たちが勝手に盛り上がってくれて幸運になったんで、結構やり取りしてほしかったんですけど、完全無視されちゃうと完全に俺の一方通行なんで、それは一番避けてほしかったっすね。向こうもプロフェッショナルでやってくれなかったら、さすがにちょっと噛みついてきてほしかったっすねってのはあったんで、お願いします。苦手なツイッターでね、僕もね絡んだんで、僕の一方的な方向になってしまうんだけど、ちょっと悲しいのでさすがに返事ください。お願いします。今この SNS 時代なんでね、裏で金原さんやらないからちょっと言うだけ言わせてくださいみたいな感じでもいいじゃないですか。そしたらいろいろ盛り上がるし、後日ね、何年後とかにその体制改正がある可能性はゼロではないかもしれないので、ストーリー作り、そうそうそう、そういうの分かってくれる人じゃないと難しいっすね。もうおじさんなんで、もうすいません。いや、口滑っちゃったら多分めちゃめちゃ怖い相手じゃないですか。もし実現しようもんならっていう、カンムシはちょっときついっすよね、僕としても。僕完全に滑ってるだけなんで。じゃあ、ま、周りの方々が、周りが悪いですよね。周りが悪いです、周りが悪いです。ケツメイシの河野さんなんてツイッターで見たいみたいなこと書いてましたね。あれずるいなと思って。はい、すいません、脱線しました。まあ、自分いつも年明けにこう目標というか決めて、今年はこういう年にしようかなみたいな感じでやるっすけど、まあ、その通りになったなって感じですね。年2試合、あわよくば3、まあ、3回目は3回目と準備はしてましたよ、はい、本当僕だって夏と大晦日はやる準備はしてたんです。まあでも試合組まれなかっただけなんで、僕に言われてもってところっすね。僕は悪くないです。まあいいんじゃないですか。あ、でも試合ですからね。はい。ギャラもらってますからね。はい。カウントしてください。じゃあちょっと2のノルマもクリアしたということで。そうですね。1勝1敗ぐらいでいいんじゃないですか。1分けぐらいですか。はい。僕はやる気でしたよ。僕年3やる気でしたからね。2回は1にもならなかったんですけど、一応3回は体、3回作ったんで、僕もだって今回大晦日も1週間ぐらい減量しましたからね。ちょっと体作ったんで、まあその意味では試合したっていう感じです。はい。あれですか、来年も健康でいることじゃないですか。健康でいて、ああ楽しかったねって笑いながらお酒飲むことが目標です。ちなみに来年の試合数なんていうのは、今いろいろ噂がありましてですね、はい、来年結構大変なことになりそうなんで、はい、40歳じゃないですか、はい、デビュー20周年で引退かな。来年の目標は引退です。引退ですか。はい、勝ち負けで引退はしないです。もう誰かに勝ったから、誰かに負けたからやめますってならないです。でもゴールを決めずにやりきりたいです。だから引退が目標です。
来年の構想をちょっといろいろ聞いて、あ、もうこれ最後でいいかもなっていうところはちょっと正直あるので、まあどっちに転ぶかわからないですけどね。そのやっぱ状況が結構まあいっぱい2点2点3点しちゃうんで、なかなかね自分が思う方には転がらないとは思うんで、まあそれに合わせてドーンと構えてやっていきたいなって思います。それ言わなすぎてダメだなと思って、まあこう明言していこうかなって、はい、この間 YouTube ライブでも言ったんですけど、はい、やっぱ自分の上の選手とやっぱやりたいなと思った時に、まあ今クレベルじゃないですか、元チャンピオンの牛久、斎藤、はい、朝倉未来、はい、まあ、この4人なのかなっていうのがあって、本当正直誰でもよかったんですけど、誰でもいいっていう選手の実際に話が来た時に、そいつはないだろって思うことも結構あって、だったらもうこの4人かなって感じはしますね。でも実際にクレベルと朝倉未来は難しいなって感じするんで、まあ牛久か斎藤かなってやりたいのはそっちかなって感じするっすね。勝っても負けてもこの人と戦ってよかったなって、相手と残りは戦いたいなって感じがします。あ、あとケラモフか、ケラモフ踏みますね。だからうん、あとエペラトールぐらいですかね。だからもう、はい、言っていこうかなと思ってます。だから若い子で言うんだったら鈴木千尋、平本蓮、名前で言うんだったら萩原もそうだし、あと誰、山本空か、ね、うん、この4人くらいかな、実際にやってもいいかなと思うのは、うん、まあでもいつか若いことはやりたいなと思うんで、そういうのはありますね。ベルトもね、うん、難しいっすよね。自分目標を作らないことを目標にしてるんですよ。目標を作っちゃうとやっぱそこに向かっていくのって結構しんどいし、やっぱ壁があるし、うまくいかなかった時にストレスもなるし、なんで、まあ、自由にやりたいなっていう40歳の目標があったんで、だから結果的にみんなが求めるもの、形になるものが一番ベストなんだかもしれないけども、まあ、自分の中ではそんなにそこを目標にしていく感じではないかなって思うので、なんで、まあ、結果がついてくればおのずとそういう風にはなると思うし、まあ、望むものではないですよね。あとライジンが俺にベルトを取られてもどうすんだって話になっちゃうんで、だから僕にはそういう話は来ないと思うんですね。それも自分で理解してるっす。だってどうすんだって話でしょ、両角時が終わっちゃいますよ。おいたちですか、はい、生まれからですか、生まれから生まれからいきますか、じゃあ長くなりますねこれ、はい、皆さん覚悟しといてくださいねってやつですね、はい、1982年11月19日東京都生まれ。あ、本当に生まれからいくんですね。あれそこじゃないですか4人兄弟、あ、4人兄弟じゃない、4人家族、父翔一、母よし子のもとに次男として生まれました。あ、そうだったんですね。はい、僕次男です。一個上に兄貴がいて、で結構僕、あの親父の仕事上結構転々としてるんですよね。武蔵村山で生まれて、で埼玉県に引っ越して、東大和に住んで武蔵村山に住んでるんで、結構その今 SNS ってやっぱすごい便利だなと思うんで、その埼玉県に住んでた小学校1年生ぐらいの、1年とか2年ぐらいしか付き合いない子からもメッセージ来るんですよ。へえ、実は小学校の時にみたいなメッセージが来たことがあって、なんかそういうメッセージちょこちょこ来るんです。東大和の時も2年生から6年生までいた、4年5年間いたんですけど、そこの小学校時代の時の付き合いの、まあ昔の遊んでた友達からとかもそういう SNS 通話のあれでメッセージ来たりとか結構するんですよね。なんで僕結構いろいろ地方とかに友達が多いんですよ。意外とっていうかって意外とです、意外とですで 僕そういうメッセージ来ると嬉しくなっちゃうから、じゃあ飲み行こうよとか遊び行こうよとかって結構あったりしますね。軽い方だと思いますよ。まあその試合だったりその期間とかはあれなかなか難しいですけど、オフ期の時とかは20代とか30代前半ぐらい USC やってた頃とかは結構フットワークめちゃめちゃ重かったし、飲み行くこともなかったし、20代の頃お金なかったりとかして飲み行けなかったりし、結構友達失ったりこともあったんですけど、まあそれでも結構誘われれば最近よく行っちゃいますね。じゃあ Facebook まで Facebook、 そうです、 Facebook も Facebook 乗っ取られたっていうね。ああ、行ってましたね。YouTube のコメントの方でもらえるといつでも飲み行きます。僕ね、まあ、兄貴の影響で小学校2年生か3年生ぐらいに、まあ、少年球始めたんですよね。親父がそう、もともとジャイアンツファンで野球好きで、その影響で兄貴も野球始めて、でもその影響で僕も野球を始めて、なんで野球少年だったんですね、小学校の頃は。3年生、4年生、5年生、6年生は野球好きで、4年間、5年間やってたところの同級生の仲間の絆っていうのが結構深くて、今でも20年ぶりにこの間会ったりとか。すごいですね。うん、そういう昔話とかするの結構好きですよね。野球はそうですね、好きで、で多分人生の岐路というか僕の間違った部分は、5年間6年間やってきた野球仲間と同じ中学校に上がって野球やってれば多分僕プロ野球目指したと思うんですよ。ここで間違ったのが、
卒業した段階で武蔵村山に引っ越したんですよ。でその武蔵村山に行った中学校がまあクソで大丈夫ですか。まあクソで、まあ俗に不良野球部というかルーキーズみたいな、ルーキーズみたいな感じの不良野球部で、裏でピーして裏でピーしてもうピーピーだらけの野球人生で、腐っても4年間5年間真面目に野球やってたから、まあそこら辺の中学校の野球部のちょっと上手いやつよりは上手いわけなんですよ、はい、ジョギングもしないしストレッチもしないしキャッチボールもしないし、急にフリーバッティングだけ来てホームラン打って帰るみたいなまあそういう本当に不良野球みたいな、本当に好き勝手やらせてもらって、まあ、キャプテンがちゃんとしっかりしたからこそ僕らをうまくこう扱ってくれてたというか、2、3人ぐらい、2人かな、2もう俗にも2人ですね、僕今の中に友達が2人ですけど、紅林くんって子がいるんですけどそのこと僕とで結構まあ不良で3番4番だったんですよ、ね、はい、ショートセンターでこう真ん中をこう入れてて3番4番じゃなきゃ出ないよみたいなもう本当もわがまま言って、まあ、それなりにでも打つし、それの結果打つんですけど、だからそこで真面目に3年間やってれば高校も野球でやりたかったんですけど、やっぱ最後の方とかもほぼグレた方の道の方に行っちゃったんで、野球をやりたいっていう概念がちょっとなくなってきたんで、そしたら不良仲間が、はい、不良仲間っていうか中学校の時の仲間が、まあ、高校どうしようかみたいな話になるじゃないですか。そしたら別に高校なんてどこでもよかったんですよ、正直どこでもよかったんですけど、まあその仲間が行く高校にみんなで行こうよみたいな感じで田無工業ってとこに僕行ったんですけど、結局でその仲間と一緒に行くようになって、で野球部が一応あったんですけど、野球部どころじゃなくてその高校にグラウンドがなかったっていうオチになって、結局フリスビー部に入りましたからね、2回ぐらい行ったっすね、ちょっと投げてるだけなんですけど、で高校のエピソードもちょっと面白いのがあって、僕らが田無工業でもう一グループのバカなやつらは杉並工業っていうところに行くぞ、西武線に武蔵砂川っていう駅に集まってみんなでこう西武線に乗って、で僕らが田無で降りて、そしたら杉並まで行くみたいな、こうあって、で高校終わったら待ち合わせるわけなんですよ、田無の駅に、はい、でその時ピッチ PHS かポケベルかなんか分かんないですけど、待ち合わせして今終わったよみたいなやり取りして、で田無駅に乗って一緒にみんなでこう帰るじゃないですか。20人ぐらいいたのかな、20人ぐらいでみんなでこう帰ってたんですよ、田無工業と杉並工業の不良たち集めた20人の連合軍が、田無工業の3年生の先輩が隣の車両から歩いてきたんですよ。カツカツカツって、おお、まだ何気があってんだよみたいな、俺もこう着して20人いる中でうちの4番バッターの紅林ってやつが目をつけられ、髪の毛つけまられてバーンって長パン食らって鼻血出して、でぶっ飛ばされただけなんですよでもそいつってその、まあ、今回はそのぶっ飛ばされたっていうくじ引きの空順の悪いやつなんですけど、まあそういう星の元に生まれてきたやつなんですよ。その前からもそうなんですけど、そういう元の星に生まれてきたようなやつで、結果的にはやっぱお前でよかったなみたいな 笑い話になる紅林くんがぶっ飛ばされてしまったかきっかけに、そいつが学校に行かなくなっちゃったんですね、怖くなっちゃって、はい、それをきっかけに俺らも一緒になって遊びに行ったりとか、高校は違うんですけど、その一緒になって西武線に乗ることがなくなっちゃって、行かなくなっちゃったきっかけでもう一人の子も辞めちゃったんですよ。で一人ずつ友達がいなくなった時に僕一人残されるじゃないですか。で高校行ったら仲間としかつるんでなかったから高校の友達がゼロなんですよ。ついに俺つまんねえってなって僕も高校辞めたんです。それが高校生活までの全てですね。高校生活意外と短かった。7月に入学して5、6、7、4ヶ月ですね。でオール1だったんですよ成績が、はい、で夏休み毎日補習に来なさいって言われて、いや無理でしょう仲間もいないしってなって、そうっす、やっぱ結局一人ぼっちは寂しいなって。男子校じゃないです、工業なんで男子校みたいなんですよ。なんかクラスに女の子が一人いるとかいないとかっていうぐらいだったんで、それも選択が間違ったんですよね。女の子がもうちょっといたらいい高校生活だったのかもしれないですけど、ちょっと圧倒的リサーチ不足でした。完全そうですね。だからどうでもよかったんで高校だってどうでもいいやとか思ってて、やっぱ勉強するのがあんま好きじゃなかったんで中学校の時とかも、それが結構やっぱ良くなかったですよね。でも僕結果的に見たら、なんか自分はその高校を辞めて社会に出てきたことの方が結構今でも役に立ってるんですよね。勉強ってそんなに役に立つもんじゃないものが多くて、実は足し算引き算掛け算割り算、まあ、ある程度の漢字とあと地理が分かれば、まあ、ある程度生きていけるじゃないですか。サインコサインタンジェント分からなくても別に生きていけるわけだし、ね、はい、そんな勉強をそこで費やすよりも、まあ、その社会に出ていろいろ揉まれて高校に行った3年間で引っ越し屋さんで働いていろんな先輩といろんなことを学んだことの方が人生経験がすごく良くて、それいっぱい悪いことさせてもらってたんです。いろんな悪いこともさせてもらって、いろんな変なことも教えてもらって、いろんなこともやったんですけど、いろんなものをトータルで見た時に良かったなって思ったんですよ。
全然言えるですけど、まあでもいろいろ言っちゃいけないこともあるじゃないですか。 YouTube 的にどうなんですかね、あれですかね。 P 入れましょうか。犯罪はない、犯罪はないです、犯罪はないです、犯罪はないです犯罪はないです、マジで犯罪はないんで、だからでもやってる時点で犯罪なんですけど、はい、悪いことはギリギリのラインでやってきたっすね。だからそのギャンブルもそうだし、麻雀もパチンコもそうだし、そうなんか悪いことをいろんなことを教えてもらって、だから反面教師になった部分もありますよ。で逆にそれが40歳50歳の人がそれをやってるわけじゃないですか。その時に、あ、俺40で50でこれなりたくねえなっていう反面教師もなったこともありますし、でもやってて楽しかったし、人間関係にしてもそうだし、それが人生経験になったことは間違いないですね、いろんな意味で。まあ、なんかその社会の仕組みがやっぱりお金が絡むと大体見えてくるから、うん、そうですね、それ若い頃にやるっていうのはやっぱ大きいですね。大きいですね。やっぱすでやっぱ最初は全然ペーペーなんですけど、その会社にもう5年も6年もいると、まあ、自分がある程度上になってくるじゃないですか。ある程度任される立場になってくるときに、その20歳とか21歳22歳ぐらいの若造でも任された責任感っていうのも結構あるし、うん、自分がいろいろ考えて頭を回してやらなきゃいけないこともあるじゃないです か、はい、だかそういうのも経験になって、それは今でも本当につながってるなと思うんですね。頭の回転がこうバッバッと回るのはそれのおかげだったりすることもあるんですね、うん、これがダメだったから次って考えたり、この発展力というかそういうのなんかそういう時に先輩に怒られるっすからねだからそういうのを怒られないためにはやっぱもう次のことを常に考えて。多分そうかも。だから僕ずっと年上の人と付き合ってきてるんですよね。自分その17とか15、16ぐらいの時からずっと年上の人たちとずっと付き合ってきてるんで、その年下とあんま付き合った記憶がないんですよ。ずっと自分も後輩気質なんで、ずっと先輩にずっとついていってた感じだったんで、今でもやっぱ年上の人たちと遊ぶことが多くて、年下なんてほぼ友達いないですからね、はい、いやなんかそれこそコメントで佐山先生だったりとか、はい、菊野さんとかの話してる姿とかを見ると、金原さんの後輩力の高さみたいなコメントあったんですよ。所さんも後輩ですかねいじり倒してますよねそれも一つの後輩力ですよね。そうっすね。高校も行かなくて、まあ、その高校辞めた友達とずっと遊ぶわけなんですよ。毎日ほんと毎日友達の家に行って仕事して、で、ニット8000円もらって、でそれを貯めてパチンコ行ってとか、まあ、そういう日銭暮らしの暮らしをずっと続けてて、俺このままじゃダメだっていつかなんかこう急に思い始めたんですよ。はい、あ、俺このままやったら絶対ダメ人間になるなと思って始めたのが格闘技なんですよ。格闘技がやりたくて格闘技を始めたわけじゃなくて、いいねってホームページをたまたまこう開いた時に、総合格闘技武蔵村山道場シューティングジムみたいな、シューティングってなんだとかって面白そうじゃないですか。俺こっちの打つやつのシューティングだと思ってて、あ、ちょっと行ってみようと思って行ったら、なんかこう端から端歩いてきて急に殴り合いを始めて、終わったらこう強かったじゃねえかよみたいな、こう笑い話みたいになってく環境が斬新すぎて、ここなんだこれと思って、でそれで始めたんすね、がきっかけなんですよ。ちょっと今じゃちょっと考えられない、考えられないですね。でもそれはもともとたどると、まあ佐山先生の、あのお弟子さんが始めたジムだったんで直系なんですよね。佐山先生、佐山トル先生の直系のジムなんで、まあ総合格闘技って言われてるジムはまあみんな佐山先生の弟子だったんですけども、はい、まあ、その当時もうほんとはいなんで、なんでそこが初めてきっかけっすよね、うん、あの武蔵村山道場っていうほんと家の近くにたまたまあって、当時総合格闘技のジムってなかったよね、あんまりね。そうですね、あんまなくて、インターネットが発達してるんですね。なかったんで、ほんとに自分もたまたま運が良かったという、あんな田舎の町に総合格闘技ってジムがあったんだっていうのは本当にラッキーだったんですよね。バックボーンがもういきなり総合格闘技って。そうなんですよ、だから真っ白のキャンバスに塗られてる状況なんで全部が新鮮で、今みたいに情報がこういろいろ入ってくるわけでもないし、誰が強い、誰の技術がいい、誰の言ってることが正しいとか間違ってるとかっていう情報が全くなかったんで、その当時いた先生の言われてる、先輩に言われてることが全部正しいと思ってたんで、全部それを吸収しようと思ってやってましたね。今考えると無駄なこともたくさんあるんですけど、その無駄なことが今となってはその糧になってることが結構多いんで、まあ無駄なことも無駄ではなかったってことですよね。もっと効率がいいやり方があったりとか、もっといい技とか、もっといろんなやり方たくさんあったと思うんですけども、でも当時を考えるとああいうことも重要だったのかなって思いますよね。あれがあったからこそ今の自分がいるなっていうのは思いますよね。例
例えば永遠に5分間腰切りするっていう、あとバービージャンプをやったりとか、今はその補強の意味でやることが結構多いんですけど、はい、無駄って言ったら悪いです。だからそれこそ打ち込み、はい、あの三角締めの打ち込み、腕十字の打ち込みとかを今だったらまあ1分間やったりとか10回ずつとかやるじゃないですか。10分とか20分とか永遠にやりますからね。当時はそれが全て正しいと思ってたんで、はい、言われたことをそのままやってたし、多分おかげさまである程度までは三角締めだったり腕十字ってのはすごく得意な技の一つであって、なんで感謝してる部分もたくさんありますよ。一つの技に対してその一つのものをずっとやり続けてれば一つのものになったっていうのはあるので、まだ間違いではなかったですよね。効率は悪いですけどね失礼ですけど、効率は悪いですけど無駄ではなかったですね。でもそれが本当に後々になって今でも生きてるっていうのは素晴らしいことですね。そうですよね。やっぱその喧嘩殺法じゃないですけども、はい、殴り合いをやる、やっぱ今はこういかにダメージを与えないで、ダメージをためないで練習したり強くなるこう方法とかいろいろあるじゃないですか。当時は本当にただ殴り合いをする、で殴り合いをする練習をする、喧嘩をする練習ですね。まあだからそれだけまだ総合格闘技っていうもの自体が成熟してなかったっていうことですね。そう佐山先生の教則本を読みながら、はい、あのテイクダウンの入り方だったりパンチの打ち方だったり蹴りの打ち方だったりとかを見ながらこう学んだりとかしてやってたんで、それをサンドバッグでやったりとかしてたんで、だから先生が言うことはもう絶対なんですよね。正直その格闘技を始めた時に目標が別にあるわけじゃなかったんですよ。ただ単に俺このままじゃダメになるなと思ってタウンページを見た結果、総合格闘技ジムにたどり着いただけであって、総合格闘技ジムに入ったからって別に何かをしたいとか全然なくてですね、ただ単にストレス発散にぶっ飛ばしに行ったみたいな、ちょっと殴りに来てえなみたいな、ちょっと喧嘩しに行こうよみたいな感じだったんですよ。でも当時めちゃくちゃタバコも吸ったし体力もないし、ぶっちゃけ格闘技やってたら弱いんですよ。全然やられることもある人やられるし、でもあ俺の方が喧嘩したら強いなってのずっとあって、アウトサイダーとかそのブレイキングダウンとかがあったら、まあ、そっち側に走っちゃうような人間だったんですよね。でも当時はそんなのもなかったし、試合に出るためにはアマチュアシュートっていう大会しか実際なかったし、はい、自分の尊敬してる先輩とか自分が一生懸命頑張ってる先輩がアマチュアからこうずっとやってて勝ち負けしてしながらしてプロデビューしたりとか姿を見た時に、僕初めてその時に総合格闘技シュートを見に行ったんですよ。シュートのあの入場とか見た時にうわかっけーと思って、そっからっすね結構格闘技にハマったのは。そうあそこに立ちたいなって初めて思ったっすね。でその当時はビデオテープしかなくて、でレンタルビデオ屋に行ってシュートとかレンタルビデオ結構あるんですよ。で借りて全部見て、佐藤ルミナとか宇野カオルとかに、いやーかっこいいなー、こうなりてえなーと思いながらもうずっと見てましたからね。ソヨスキッドさんもそうだし、かっこいいなーと思いながら見てましたね。結構当時シュート流行ってた、シュートのブームというか第一次ブームみたいな感じで流行ってたんで、やっぱ結構もうすぐプライドが始まった頃ぐらいですかね、2000年ぐらいとかですかね、うん、当時も僕もプライドもあんまり好きで入ったわけじゃなかったし、はい、プロレスは好きだったんですけどそんなに格闘技が好きだったってことでもなかったんで、そうですね、そのやっぱ先輩に憧れたってのが一番大きいっすよね。いや試合もちょこちょこ出てたんですよ、はい、あのアマチュアの試合結構ちょこちょこ出てたんですよ。まあ舐めてたっすねまあ舐めてましたね。舐めてました、はい、まあ舐めてましたね。コンビニ行ってきますっつってふーってやってましたからね試合と試合の間にあと1試合目終わって2試合目とかどんぐらい時間ありますちょっと時間あるんですジュース買ってきますっつってふーってやってましたからねまあ舐めてましたよね今考えると。それは舐めてますね。舐めてますね。まあスタミナもなかったし、まあ舐めてましたね。で、何かをきっかけにか忘れて、何かをきっかけに忘れて、なんか練習ジムに行った時に、お前、ディープの大会が今度あると。出ないかって言われたんですよ。1万円あげるよって言われたんですよ。はい、行きますはい、行きますもうルールもわからない。体重も何もわからない。1万円くれるって言ったから、あ、やりますよ。1万くらいですか出ます、出ます、出ます、出ます。もう何も2つ辺で出ますって言って。そこが初めて格闘技の一応デビュー戦になるんですよ。プロじゃないんですけど、アマチュア扱いには一応なっちゃうんですけど、はい、一応自分の中ではお金をもらったっていう体で言うならばプロなんですよね。でお金をもらったっていうそのプロの団体、ディープの団体でのが、初めてだよ。それが20歳の頃かな、確か21代の頃かなって。だからデビュー戦がそれぐらいなんですよね、はい、当時も何も、もうあれも何もないんですよ。本当に週2、3回ジム行ってちょっと殴り合いをして、まあ要は舐めてるわけなんですよ。今考えるとよく試合出たなって感じの練習量しかやってないし、
その強さでよく試合出たなって感じだったんですけど、でその試合で杉内さんっていう人とで1ラウンド乗り切って、2ラウンド目にはもうスタミナが疲れて立てないんですよ、椅子から。その記憶だけ覚えてるんですよ。で打ち合いに行ったところで腕十字かな、なんで負けちゃったんですか、フィニッシュされたんですよね。 TK を稼いちゃったんですけど、腕十字かなんか忘れたんですけど、フィニッシュされて、その時に試合終わるじゃないですか。で地元の仲間たちの地元いつもの家に集まるわけなんですよ。はぁ、あ、負けちまったっつって、でその時に握りしめてたタバコを捨てて、俺はもうちょっと1回勝つまで真面目にちょっとやるわっつって火ついたんですね。そっからタバコも本当にやめて、そっから一回も吸ってないんですよ。そのタバコを捨ててから一回もタバコを吸ってなくて、そこだけは自分で自慢になるところなんですけど、やめたっつって捨ててから吸ってないですね。一口だけみたいなのあるかもしれないですけど、記憶の中では一応そこでやめてる。まあだから自分で買ったりとかは、それはないと思います。一本ちょうだいとかね、あるかもしれないですけども、そう、一応やめてるっていう定義はしてます。一回勝ちたかったんですね。一回で、そこでプロになって一回勝ちたいっていう目標ができたですね。そっからは結構トントン拍子というか、はい、やっぱその勝ちたいから練習もジムにも行く頻度も増えるし、そうそうその先輩、金本さんっていう先輩についてって、いろんなジムにトレーニングに一緒についていくようになったし、でそこの出稽古先で初めて会ったのが所さんなんですよ。22とか3くらいですね。その時にユーハイルキャンプのボリトでグラップリングの練習会があって、そこに行った時に所さんがいたのが初めての出会いなんですよ。まあ付き合えば、まあその一緒に練習したっていうだけであって、当時からはあの人もゼストでメインイベンターを務めてるような人だったんで、まあ雲の上の存在だったんですけど、まあ自分は当時から知ってて、そうですね、そこでこんなもんなんだってのがありましたね。だからデビューしたのはディープなんですけど、継続的に参戦させてもらったのがそのゼストっていう団体なんですよ。それも当時自分の武蔵村山道場にいた先輩がゼストで試合してて、そのバーターでオープニングファイト出ないかって言われたのがきっかけなんですよね。それも確か1万円くれるから出ないかみたいなノリだったと思いますね。結構1万円釣られた。1万円釣られますね。それで1万円くれるっていうのはなんか暗黙の了解みたいな感じで、とりあえず1万円くれるみたいなのあったんで、で行ったっすね。 そっからゼストで結構ちょこちょこ使ってもらえるようになって、僕もあんまり今もうあんま覚えてなくて、正直このゼストの団体の代表というか、プロデューサーというか、候補というか、その方たちと一緒にできたってのも自分の中ですごく大きくて、最初の話じゃないですけど、自分もプロになった時も真っ白なんですよ。その何がプロで持って正しいのかわからないし、右も左も答えがわからないじゃないですか。かといってそれを示してくれている人もいるわけじゃなかったし、それを指導してくれてる人もいなかったんで、その団体のプロデューサーだったり、その候補の人たちが言うことが全て正しいと思ってたんですよ。プロの在り方というか、プロの生き方というか、そういうのをずっと教え込まれてたんですよ。まあ、簡単に言うと、試合の勝ち負けなんて、お前らの勝ち負けなんてお客さんからしたらどうでもいいんだと。その中の試合の内容が面白ければお前らのファンになるし、そう言って少しずつファンを掴んでいけみたいな。勝ち負けにこだわってるようだと二流だ、そんなやつにはもう使わないです、うん、やっぱ面白いして試合してお客さんを盛り上げて、そういうの常にお客さんを意識し合いしながら試合をしとけみたいなのをずっとこう洗脳されたじゃないですけど、ずっと言われるんですよ。だから勝っても負けても面白いやつは使うし、勝ち負けにこだわってるやつは二度と使わないよみたいなのをずっと言われてたんですよ。チケットとかもそうだし、遠いファンは絶対まず最初から作れないじゃないですか。だから身内からまずファンを作って、だから友達にまずチケットを売って、もう一回応援したくなるような試合をしろと。だからこうそういうための練習も意識してけみたいな。身内からまずファンを作って徐々に大きくしていけ。それが雪だるまのようにどんどん大きくなっていくからみたいな話をずっとされて、そう、試合終わってからも2時間ぐらいずっと説教されるわけなんですよ。お前のなんか取り組み方はどうだこうだみたいな、やっぱ期待されてる分、まあ、言われるの分かんないけど、当時はもう分からないから、はいはいはいって言いながら、みんながこう祝勝会やってる中、一人で居酒屋の外でこうなんかはいはいって説教を受けながら話聞いてたのを今でも覚えてるんですよ。内容は全く覚えてないですけど、期待してるからこそ言われるんだみたいな感じで、やっぱそれって なんで言われるのかって言ったら、先輩の所秀夫があまりにも鳴らしなかったんで、所秀夫みたいにさしたくないみたいな。代表の人も当時その SNS がまだ全然普及してる時代じゃなかったですけど、ブログとかをやれって言われて、そっから始めたのがブログとかで、まず自分のことを知ってもらうためには、見てもらう数じゃなくて投稿する内容の方が大事だって、何でもいいからどんどん自分を知ってもらうためには自分をどんどん売ってけみたいな感じでやらされたブログが今でも続いてますからね。1円もならないブログを今でもそう極力更新するようにはしてるんですね。今では文字を書くツールってそのブログしかないので、そうやって文字書かなくなるんで、そういう意味の
文字書きのために一応使わせてもらってはいるんですけど、長くやってる SNS がブログっすね。もうみんなやってないですけどね。見てる人もそんないないですけど、でも極力書くようにはしてますね。いろんなこと書くほどネタがないんで、まあその YouTube と重なっちゃったりとかそういう感じではないですけど、見てくれる人もいるので続けさせてもらってます。これもねちょっと話す長いんですけど、出始めた時とかですね、まあ、自分きっかけのレコードが多いっていうのはないんですよ。そういう問題なんですよね。小山さんの大晦日のご予定とかは、あ、多分思います。はい、今後の活動についてというか、どうしていきたいかということよりもやっぱり